ダリオ・ツビタニッチは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州バラデロ出身のサッカー選手。ラシンクラブ所属。ポジションはフォワード。祖父が、クロアチア系のため同国のパスポートも所持。ダリオ・ツビタニッチとも表記される。CA バンフィールドの下部組織でキャリアをスタートし、2003年10月20日の1から3で敗れたクラブオリンポ戦で19歳の時にトップチームデビューした。 2007年4月27日、4ラレーで勝利したニューウェルズ・オールド・ボーイズ戦で、ハットトリックを決め、同年のコパ・リベル・タドーレスにも出場し、得点を記録している。2008年クラウス・裏ラで13得点を、決め得点王に輝いた。2008シーズン途中に、オランダのアヤックス・アムステルダムに5年契約で、移籍した。エースのクラウス、ヤン・フンテラールの後釜として期待されており、 12月12日のナックブレダ戦で初ゴールを決めた。続くデフラーフスハップ戦で2ゴール、さらに次戦のアドデンハーグ戦でハットトリックを記録した。2009年9月13日、ナックブレダ戦で2009の10シーズン初のハットトリックを記録した。2010年1月1日、メキシコの CF パチューカに同年末までの期間の契約でレンタル移籍すると、 クラブ史上4度目となるコンカカーフチャンピオンズリーグのタイトルを獲得。11月3日、アヤックスに復帰しクラブ通算30度目のリーグ優勝を経験した。2011年7月、アルゼンチンのボカジュニアーズに1年の期間でレンタル移籍。8月28日の CA3、ロレンソであるマグロ戦で初ゴールを記録。CD5 ドイクルス戦で1ゴール。 バンフィールド戦で2ゴールと2試合連続でゴールを決め、最終節のニューウェルズ戦でもゴールを記録した。2011年、アペルトゥーラの無敗優勝と2012年、コパリベルタドーレスの SC コリンチャンスパウリスタとの決勝戦進出に貢献。また、同大会の4月2週間最優秀選手に選出された。2012年7月25日、 フランスのオグック・ニースに3年契約で移籍した。2015年1月5日、パチューカに復帰。11月に同クラブを退団し、翌月21日に NSL a のマイアミ FC に加入することが発表された。2017年2月、バンフィールドへ9年ぶりに復帰した。クロアチア人であるソソフの血を引き、2008年8月に同国のパスポートを取得。 クロアチア代表でプレーすることを望んだが、2009年1月14日に、FIFA は、祖父母のどちらか一人がネイティブでなくてはならないという、理由で認めなかった。ありがとうございます。